はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化黒金ですね。今回はですね、サクスペの新キャラ国樹くんですね、こいつを使っていきたいと思います。でガチャの方はまだ引いてないので、国樹くんお借りしてるんですけれども、一応ね、いろいろとチャレンジをこなして骨とかが集まったら、まあ、まとめてガチャ引いて骨使ってミキサーしてっていう感じでやっていこうと思うので、とりあえず今回はお借りして国樹くんを使っていきます。で、こちらのキャラクターなんですけれども、野手キャラになってまして、得意練習は2種類、肩と筋力ですね。で PSR をお借りしているので、一応テーブルは50まで見れます。で35固有持ちで2種類なんで、得意練習が、タックボーナス自体はやっぱり低めですね。 50% に、固有のタックボーナスが乗って、技術ボーナスがついてます。でちょっとどうかなっていうところが、筋力と肩で技術ボーナスっていうところなんですよね。筋力に技術ボーナスって反映しないんで、なんかねちょっとそこがもったいないかなという印象はあります。で、45で試合経験点ボーナスで、もし50まで持ってければタックが60まで、上がりますという感じですね。でコツの方が、チャンスとパワーヒッターとアウトコースと。でアウトコースがね、まあ、どうなんだろうなっていうところはありますけれども、インコース系のねキャラクターとちょっと勝ち合っちゃうんで、まあ、ただコツは、3つなので回収はしやすいと思います。で金徳の方が精神的支柱と、あとなんだっけなんか忘れちゃったあ、ストライク送球だ、ストライク送球という形になってて、まあ、査定重視でいくんだったら精神的支柱多分確定かな、両方とも。で、ただねストライク送球もね結構まあ珍しい金徳になってて、まあ、いろんなねポジションでね欲しい金徳ではあるんですよね、その試合重視でいこうとするとというところで、まあ、両方とも、使えるキャラクターになってます。で今回は、またサイリさんを使って独身術をつけていくんですけれども、ショートなので、まず魔術師の裏側と、アイコンタクト、不確定ではあるんですけれどもアイコンタクトが欲しいので通常みやびちゃんを連れてきて、で、国樹くんはストライク送球を取っていきます。でそのストライク送球、自身では骸骨がないんでね、その骸骨を、雷くんで、フォローしつつ、あとこの星空星光くんとコンボがあって、一応ここでもね送球骨1取れるような感じになってますので、まあ、ちょっと守備寄りかな。もう本当に筋力キャラがこの国樹くんしかいないので、パワーがねどこまで伸ばせるかっていう不安はありますね。まあ、ちょっと前置きが長くなっちゃいましたけども、であんまり気にしなかったんだけど、左打ちにしちゃったんだよね。左打ちにするとパワーとか確か初期値が下がっちゃうんで、まあ、ちょっとそこの分もさらにきついかなという印象がありますけれども、まあ、やっぱりね試合に出すことを考えると、まあ、最低でも C だよね。最低でも C ないとねちょっときついんだよね、俺の実力だと。で確かね絶好調だとねパワーなんか20くらい、20は言い過ぎわかんないけど、なんか結構そんくらい上がるんで、まあ、実質ね B とかっていうことにはなるんですけども、俺はあの試合は調子優先になってるんで、まあ、絶好調のやつしかね出さないんで、まあ、だから調子安定もねあのそういう意味では必要ないっちゃ必要ないんですけど、あとその変化球もう初めて知ったんだけど、一応7まで上げられるじゃないですか。でその調子が良かったりすると変化球レベルってさらにプラスされると思うんですけど、一応変化球レベルって8まで曲がるみたいですね。要は上げられるのは7までだけど、そういう補正がついて実質8まで曲がるようになってるみたいです。最近ねそういうところなんか絶好調になるとどうなんだって思ってちょっとだけ調べてみたんですよ今更かよ、こんだけやってて今更かよっていうのはねあるかもしれないんですけど、みやびちゃんコツさよなら男で、サイリさんがここで来てくれれば回復してくれるんで、あで、あの国樹くんは後イベですね。後イベ国樹なんていうのか知んないんだけど、そもそも元ネタすらわからないっていう。ま、金儲けか。
あんまり別に回復は狙わなくてよかったか、別に。次あたり、そろそろサイリーさんが出てきそうだけど、まずは岩井くんにお金を託そう。まずまずか。まあ、まずまずでね、いてくれれば。サイリーさんの自己紹介と、一応ちょっとだけ減ってる？なんか右の方、かすかに隙間があるような気がするけど、5くらい減ってんのかな？1だった。で、パワージュース。モテモテか。まあ、最初の方のモテモテはな、確かにいいと言えばいいんだけど、パワーヒット上がる。これ、もらっとこう。今回7入れてないんだよね。筋力キャラでね、前イベ7位を入れてもいいかなとも思ったんだけど、7位を俺持ってないんで、ちょっとね、国樹くんと2人持ってないキャラが出てきちゃったんで、まあ、今回は国樹くんを優先に入れました。まあ、こっちで行こう。余計なものはないので、まあ、コツをくれればチャンスと。チャンスは5で潰していきましょう。雷のね、早急がね、取れるかどうかって言われたらちょっと微妙なんだよね、数的に。どうしてもね、キャッチャーが2回掴まなきゃいけないんで、でチャンスもさらにね、2回なんで、まあ国樹くんで1回掴んであるんですけど、交通、サイリさんがいない病だな。この一周のところでね、サイリさんの評価を上げられないっていうのがちょっと辛いよねと言っていたら、早急骨が来ましたね。岩井くんにしようかな。あ、マネちゃん、いや岩井くん、金で行こう。頼むぞ。うん、オッケーオッケー。まあ、地道に金を増やしていきましょう。あれがいいんだよね。あった、ネックレスとかそういうやつ。とりあえず13あげて、まだだよね。パージュース買っとくか。で、安っちいやつはちょっと買いあさろう。こんなもんか。また評価上げと、サイリさんがいないな。一回メンタルを挟みますか。多分メンタル精神もちょっと不足しそうな気がするんで、技術はね、あり余ると思うんですよね。てかマジでサイリさんいね。もう一回上げないと多分告白評価乗らないんで。で、これが金徳の方ですね。副イベントになってるんで、通常イベントは1回で終わるやつなんで、で、まあ、これ別に上で普通に進んでいきますね。下を選んだことはないんですけど。補充頼む。かわいいなんちゃらとか来てくれ。もうアロマが多すぎでしょ。あ、ジムチケット買っとこう。こんなもんか。収穫はジムチケットだけだったな。サイリさん、サイリさん、サイリさん、いた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 。もうサイリさん最優先。追加、よし、これで乗ったでしょう多分。で、嵐を呼ぶ猛獣、これが普通のイベントですね。なんか上やるとやる気が下がっちゃうのかな。ちょっと上やってみよう。下やるとね、なんか精神ポイントとかなんだかが手に入ったみたいなんだけど、あ、やる気下がんなかったね。なんか成功とか失敗とかあんのかな。積極主義が手に入ったね。全然知らないんだけど、あの、一応国樹君2回目なんですよ、使うの。1回ね、さらっと使ってみました。そのチャレンジを達成するために。ゲー6なのがね、パピオンとバイトしよう。頑張れ。多いね。体力めっちゃ持ってかれたけど。筋力をその分40手に入れた。うん、これは世当たりでしょ。まあ、10円系をちょっと漁って、達人の動きを買おう。使っていいよね別にこれ。金がなくなったけど、まあ、金がなくなったけど、センス丸はマジでかいからね。やっぱこれはまあコツ付きだね。で、技術ボーナスが乗ってるんで、まあまあまあ技術は稼げるけど、やっぱりどうしてもね、単独タックはちょっと弱めですね。まあその分筋力にも来るんですけど、筋力に来た時に肩グラブか、あ、そうそうそうだったね。筋力に来た時がちょっと微妙なんだよね。だから
うん、練習試合で行こう。最近さ、これ全然成功しないんだけど。あ、成功した。まあ、成功っていうか、まあ、せめてこれ。あー、サイリさん、ちなみに乗ってはいるんだよね。ウラガがまだか、 9% か。パワージュース使っちゃおう、1個。もう11月だからね。11月も終わりに来てる。まあ、ラブパワーはラブパワーでいいんだけど、告白よ。裏がか。これは何だろうね。真ん中とかにしたけど、うん、経験点がいっぱいもらえるね。別に評価は分かんなくていいんで。雷か黒樹のタックか。まあ練習レベル3でラブパワーでこのくらいか。ただやっぱりね、コツは欲しいけど、キャッチャーが来ると微妙なんだけど、コツにしとこう。やっぱコツは取れるときに取っておこう。キャッチャー、嵐を呼ぶ友達じゃなくて友情か。超怖そう。俺は高いところとか別にすげえ苦手ってわけでもないけど、別に得意ってわけでもないし。ハイボールヒッター。守備と精神が下がったか。いやもう12月になっちゃったよ。ゆかり様とバイトかな。オッケーオッケー。体力下がらないのがいいかな、ゆかり様のバイトは。モテを盗め。これなんかあったっけ。星空星光くんも割と久々に使うからな。で今回普通の野手なんで、なんだっけ、大盤狂わせとなんかなんだよね。もう忘れちゃった。なんか失敗した。やる気がすっげえ下がったんだけど。こういう時に限ってあれがない。新入籍は買っておこう。260円か。ジムチケット買っとこう。むちゃくちゃ強くなるからね。あればパワージュース1個置いとくか。で200円を元手にしてちょっと稼げるだけ稼ぐ。裏側な、コツもらっておきたい。星空星光くんがそろそろ、そもそもまだか。守備職人 OK で、一応みやびちゃんがいるからね。ちょっと守備職人はまだ置いておきましょう。いや、サイリさん、ここで来ないと終わる。終わった。進めていきましょう。ウラガもね、やっぱりね、強いキャラではあると思うんですけど、どうしてもね、どうしても魔術師要員はね、ライバルが多いんでね。29の10か。まあ、ちょっと筋力足りなくなりそうだから、できるときにやっておこう。結局一人ぼっちになってしまった。やっぱりね、前イベの方がちょっと告白の来る可能性が低い気がするんだよね。やってて最近サイリーさん使っててそう思う。アウトコース、これで下だったかな、あれ上だったかな、間違えたかな、なんか忘れちゃった。どっちだ。あ、チャンスになった。上が早急か。でもまあ早急は取ってやるから全然いいんで。下がチャンスだったね。間違えちゃったね。もう適当に進めちゃったからな。でここは別に1人なんで回復させて、1月の1周で金儲けをして体力全開にしよう。どうする。結構いいのが来てんね。成功率でいくか、ゆかり様で一攫千金狙うか。まあ岩井くんでいいや。まずまず300か。この安くなった時にいろいろ爆買いできればいいんだけど、ちょっとお金が
めちゃくちゃあるわけじゃないか。おお、かわいいぬいぐるみ、これありがたい、マジでありがたい。使おう。アルムギフトも買っちゃおうか。安いやつをとにかく買って、パワーヒッターまたあるよ。パワーヒッターって今2だよね。どうする、買って4にして取っちゃう。136、まあ安くなってるからね、買おう。でパワーヒッターは4で掴んじゃおう。チャンスも4で掴んで、パワーヒッターも掴んで、早急化17の23 40 40 40 40か。きついっちゃきついな。これちょっとモーション速くなったよね、タック練習ので。裏が2回目ですね。ん、誰もいない。本当はこういう時とかにデートをこなしておきたいんだけど、ちょっといないね。で、みやびちゃん、通常バージョンは臨床ボーナスだったっけ、ついてんの。ここで告白来たか。まあ、2月くらいからぼちぼちデートを始めていけば間に合うんで。そっか、サイリさんの独身術も結構精神ポイント使うからね。そしてマジで何もない、マジで何もないんでデートしよう。評価は上がらないからね。そこが本当にきついところだよね、サイリさん。まあ、モテモテかお守りで補正がかかってないとやっぱり持ってくのきついんだよね。 It's magic。 ラストどうよ。ダメだ、難しいね、やっぱり魔術師っていうのは。どうする、ゆかり様だね、ゆかり様案件だね。これは金にかけよう、事業お願いします、ゆかり様。まあ普通か、でも420か。ゆかり様リターンがでかいよね、やっぱり。まあ、その代わり岩井くんとかと比べると成功率も低めなんだけど、一応新流石があるからね。どうなんだろうね、新流石って、こうなんか目に見えてすげーっていう感じはしないんだよね。なんかそういうさ、もうマジの攻略本とか出してほしいんだよね。その基本金得成功率が何パーセントとか、そう、検証結果とかじゃなくて、本当にコナミが公式で攻略本出せばそれなりにね売れると思うんだよね。新流石はもういんないっけ。パワーヒッターよく出てくんな。初級はちょっと欲しいからね、筋力足りなくなりそうだから買っとこう。スカウトも買っとこう。こんなもんか。デラックスジュースはちょっと高い。みやびちゃん、少しコツを潰していかないといけないので、初級、まあ、一応置いとくか。なんか売りに出されてるかもしれないしね。守備職人置いておく。アウトコースか、つかもう。野手はね、ちょっと割と勝ち合う系の特殊能力が多いんで、意外性。星空星光くんはね、大盤狂わせがあるんで、サイリさんに甘えよう。モテモテを取っておければだいぶ楽になるからな。これでモテモテになる理由が分かんないけどさ。モテモテにそもそもならなかったんだけど、さ、星空星光くんインコース持ってんだ、持ってたよね。これ勝ち合うな。取っちゃったけどさ、どこにいる、いた。あー、勝ち合うね。まあ一回取っちゃったけど、キャッチャーが潰せるか、それともアベレージヒッターが取れるか。インコース、これ置いとくしかないよね。お金いくらだよ、200円か。そんなに多くはないな。まあ、30円は買っとくか、10円も買っとくか。あれ、これヘッドスライディングか、ヘッスラか。ヘッスラはね、買うまでもないからね。また初級があるよ。170円しかないから、ちょっとあれだな、置いとこう。で裏かか、
国樹くんの技術ボーナスが乗ってるんで、まあ、ポイント的にはそれなりにもらえますね。守備職人どうかな、潰しちゃった方が無難かな。でもな、他に絶対浦賀から欲しいものがあるかって言われるとそうでもないし、ローボールヒッターが来るかもしれないし、そうするとさっき取ったハイボールヒッターと勝ち合うな。国樹くん割と勝ち合う系だね。ハイボールヒッターとかアウトコースとか、アウトコースはねまだサクスペの方では金徳が来てないはずなんで、A データを学ぶと。星空星光くんのもう一個なんだっけ、大盤狂わせと勝負師とかだったっけ、なんか忘れちゃったな。まあ、経験点がいいですよね。で3月はどっかで1回挟んどくか。授業しよう。ちょっと金がね。 OK OK、 さすがゆかり様はマジ成功するとね半端ないよね。いやまたこれめちゃくちゃ潤ったな。400円系のもの来ないかな。まあ、千丸はさすがにもういらないんだけど、野球超人伝的なものが欲しいね。まあ出ましょう。これってなんか依存あんの？全然気にしてないんだけど。ぬいぐるみとかこれ買っとこう。もうこういうのはもう全部買っとく。マックスになるまで。で10円でしょ？ 1000 円あるとか。マジすげえな。あ、超人伝があるじゃないか。これちょっと保管しておいて。一級入魂あるじゃないか。これ買おう。一級一気に金がなくなったんだけど。爆買いしすぎたな。ワンパクノート売ろう。ワンパクノートってなんかいらないよね。なんだっけ、チームプレイバツとかマジいらんわ。筋力コツ、あーダブルタックだね。これはちょっとこっちにしよう。103円、ときめきラブレターで、下が精神的支柱で、上がストライク送球。いいねー。なんかあった今、かわいいネックレス。これしよう。安いで、ワンパクノートみたいなのは売っちゃいましょう。まあ普通に60円と。OKOKOK、 これはね普通の値段にすれば相当成功率高いんで、とはいえ失敗するときは失敗するというサクセスではまああることですからね。特に何にもないのでここはデートをしちゃいますか。その前に少し能力を揃えておくか。全部いいくらいにはしとく。印象を使ってるねやっぱり。で技術は結構余りそうだな。意外に精神が足りない。ミートでも精神を使うからね。総力に回す余裕はないな。まあ例によって総力は捨てるかみたいな。一応 C にしとく。なんかみやびちゃんとかって何なんだろうね。パワー C にしとくか。よしこれで行こう。でナイスだけデートだ。サイリさんの2回目。まあ、今のところは全然順調ですね。そうデート的な話ね。まだ2回目だけど。で少女漫画が好き。体力を回復させる必要はないんで、一番上か一番下なんだけど、どれがどういう経験点になってんのか把握してないからよくわかんない。積極走塁で補充されて、星空星光くんの2回目。金徳が
がね、選べるキャラってやっぱりいいよね。使いやすいと思う。ちょっと待ってね、可愛い指輪を買う余裕はないんだけどな。技術は余るっちゃ余るんだけど、新竜石もなんか何気によく来んな。精神をちょっと上げとこう。技術はいいか、一旦ちょっと金の関係上、コツか、タックか、コツか、タックにしよう。金を稼ぐ。荒領地か、これどうする。回復させる必要もないんで練習しよう。かといってささやき戦術も欲しいわけではないので、ささやき破りか。経験点でいきますか。オール13で金儲けで回復をして、チケットは忘れないうちに使っちゃいましょう。アイテムも圧迫されるからね。200円か。ゆかり様だね。ゆかり様にかける。あ、待って待って待って、岩井くんでも600までいくじゃん。岩井くんにしよう。まずまずか。まあまあまあ、まあゆかり様かな。これ精神だもんね。パンチすれば10円は買っておこう。で、ちょっと待ってね、ジムチケットは3つ使う。ときめきラブレターがあるならな。技術、敏捷は買っておくでしょ。ローボールか。ローボールはな、一応ハイボールが1で取れてるから、最悪ローボール裏側からもらえなかったらハイボールを取っちゃうっていう方向にすればいいと思うんだよね。筋力上げてこう。よし、200円残しつつまた金儲けをしますか。裏側か、雷か。どうする、雷ちょっと取っとく。コツ、打球伸び、珍しいね。技術はね、結構、余るっていうのかな、どうなんだろうね。技術は足りそうだから、打球伸びは掴んでおきたいといえば掴んでおきたい。特に何もないので、またここはデートしましょう。こういうとこって高校生が入れんの？まあ、せっちゃんの時とかは高校生ダメだよみたいなお店があったけど。で、雷の1回目か。雷がちょっと進んでないね。でもまあ後イベ的にはほとんど取った。雷って何くれるんだっけ。なんかバントだ。バントはいいわ。金儲けにしては48円か。みやびちゃん、アウトコースは取ってチャンス取ってパワーヒッター取ったからストライク送球重70か。1だと70か。70、70、70、200使うね。意外性は取っておこう。初級はまあさっきあったといえばさっきあったんだけど、守備職人もなんとなく置いておこう。インコースとアウトコース勝ち合ってるね。打球の49の66100くらいか。これは結構悩むな。だ、国寿君は練習した時に筋力練習と肩練習なんで多めに筋力をくれるんですよね。これしとこう。で、5個とかサイリさん、よし、ここで上がってくれたの結構でかい。どうする。やべとか、やべとか2000円なのこれロマンはあるね。ロマンはあるけどさ、俺いくら持ってるの。今200円しかないからね。すっからかんなるよこれちょっと岩井くんでいこう。頼むぞ。よしよしよし、まあまあまあ。で、別のデータを探しましょう。これで大番狂わせですね。体力は下がるけど結構ポイントがもらえると。古びたスポーツジムチケット、これ買おう。もう使おう。
ときめきラブレター、キャッチャー、本塁生還、精神、また例によって魔の5月だからね。ここで落札があって結局そのまま時が過ぎていくという、まあいくらで落札できるかにもよるんだけどね。分かってますと。この1個前俺でね350円かかったんですよ、落札すんのに。こいつが最後いつも残るよね。50円にしよう。ほら残ってきたよ。また50円すっか。じゃあ、うおー、もうちょっと50円しよう。いくら310円か。超金かかったわ。もういや、まあ10円とか釣り上げてっていけばよかったんだけどさ、なんかめんどくさくなっちゃってね。星空星光くん、やっぱり技術稼げるよねとか言ってるうちにもう5月の4週になるから、少し見とく、まあ、少し見とくって言ってもさっきの落札ですんげー金使ったかな。買う余裕あるかな。星空星光くん、あんなね番のスケジュールくれるんだね。微妙だけどな、これは取っとこう。ちょっと翌月かにかけよう。金が欲しいからちょっと金を稼ごう。デートはちょっと7月にまとめてやる。あと乾燥してないのって何かあったっけ、こいつ以外に。星空星光くん、あ、みやびちゃん乾燥してね。みやびちゃん全然進んでなくない、そもそも。喧嘩しやがった。まあ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 、ここら辺はねよくあることなんでサクセスやっても別に普通によくあることだからしょうがないんだけど、最後の最後に来て、最後の最後に来たから矢部にかけるか。お前に託す、矢部、矢部と投資ってのをやるよ。ちょ、あまりこれやんないから。おいらの一世一代の投資力を貸してほしいでやんす。すごいやる気だね。よし、力を貸すよ。まあいいよ、最後だから。お前に託すよ。全くダメでやんす。もうおいらは一世一代のオケラでやんす。まあ、そうでしょ。みやびちゃん2回目だからね、これ。まあでもまあ6月の頭で行ってるんで大丈夫かな。6月中にどっちかが終わってくれれば。80円しかない、80円しかない。あぶねえ、なんかすげえいいの来たらさ、ショックだったけど。便所をちょっと稼ぎたいからおいらも金がなくなったでやんす。金を稼ぐでやんす。とりあえず49円。で雷乾燥ですね。おーいまあいいんだけどね。3周守備1人か。雷がいるけどな、もう雷はな、早急どうだろうな。金結構取れるよね。こっちから星光くん、タックは優秀だよね本当に。で6月の4週ラスト一応見とこう。おー、メンタルプラスか、来てるか。あと何回だっけ、サイジさん。あと3回あるときついね。あと2回か。あと2回だったら7月中に2回やっちゃう。あ、強化変えなかったわ、精神の強化の方。守備職人、いやまだみやびちゃん残ってっかな。筋力強化を買う。ミートバット買って、230円もするのか、無理だな。いや筋力が欲しいんだよね。あの、もう1個買っちゃおう。こんなもんだね。パワージュースはちょっといっぱいあるから1回使って、あ、メンタルだったメンタルだった。ゲッ、ダブルタックだよく見れば、ま、金はもういいとして、いや、やっぱ技術あるな、技術が余るな。肩を1回 C まで持ってって、ミートの C まで持ってって、精神足りてなかったか。これをとりあえず B まで持ってって、 B まで持ってって、これもあるから B まで持ってって、
効力はじゃあ D まで持ってって、ストライク送球が重い。メッタ打ちもまあそれなりか。これでも一応あれだからね、千丸だからね、それを考えるとやっぱり重いは重いか。ちょっとダブタックいきましょう。169で7月1周、ここはちょっとデートしましょう。オーケーオーケーオーケー。もうこの段階でカラデートが来るとかなりきつくなるからね。あと最後にその野球超人伝的なものを使い忘れないようにしないと。一応甲子園の決勝まで置いときます。あとね、みやびちゃんね、頼むよ。いつもの振り袖じゃないからね、気合い入れろ。どうよ、勝ったぜー、ありがたい。アイコンタクトと独身術2つですげー使いそう。怖い、みおちゃんが怖い。しかし容赦はしない。金徳を先に抑えられるものを抑えつく。一球入魂、魔術師からのアイコンタクトは精神か、全く精神がないわ。これでジャシアに行くか。野球超人伝でどこまで伸ばせるかだね。とりあえずパワヒト、パワー C はあるんでそれなりに打てるでしょう。俺の中ではね、もうパワーヒッターがないとね超きついんだよね、ホームラン打っていくの。ヘタレ君なんて。まあ、サクセスではね割と絶好調っていうのは維持ができるんで、まあ、パワー C とかでもねいいんですけど。すっかり忘れてたとか。ここは練習をしておきましょう。ダブルタック来てるね、やっぱ技術ばっかり上がっていくけど、メンタルでも27って変わんねえじゃん。さすがダブルタックだな。150、ここに来て金だけは稼げるな。こっちか。まあ安定させてデート終わらしちゃおう。よし終わった。いや本当にね、最終週にデートを残すのは怖いんだよね。だからね、カラデートないキャラって本当に優秀なんだよね。マジでスケジュールが立てやすい。本来だったらさっきのやつもさ、コツを取りに行くっていうのもまあありっちゃありだったけど、サイリさんがねやっぱり分かんないん で独身術は3で掴めたのが結構でかいけど、いくつだ、精神が99しかないけどいけるね。まあ重いよな、アイコンタクトがちょっときつい。打球の美はなんとなく持っておこう。ストライク送球は、まあ、重いは重いけど精神使わないっていうところが、まあ、せめてもの救いか。ウエスト大金、そういやうちの多分チームみんなめちゃ強いんだな。第3球狙い球、けーいったか、うおいけなかった、少しずらされたよね。ずらされたね、独身術があって打てないのかっていう。打てないときは打てないんだよ、しょうがないよ。黒金リードで迎える4回です。先ほどスリーランホームランを放ったか、結構曲がるね、好調だからか。打ちました、これはいい当たり、打球は今の伸び方だと黒金試合だったら行かない可能性があったかな。トップバッターは玉置、これはいい当たりだ、いった。いやでもパワーは B で限界だね。いやわかんないけど、多分野球超人伝でまあ3上がるとしても
ちょっと特殊能力にポイントをねさばいていかないといけないんで、タック守備やっぱり技術ばっかり稼げんな。タック、いやまあ守備はねそりゃ来るよね、そんだけ。ちょっと待って、なんか使わなきゃいけないの。ときめきラブレターは使っちゃおう。じゃあここで万能スケジュール帳、超人伝、まだいいよね、まあ、負けたら負けたでもう終わりだけど、そこで使うと3評価もちょっと上げつつ、一応みんなのあれを見る、せっかくこれだけ使ったから。ゼニガタ若林君、パピオン、いやいいね、強いね、これで負ける気しないよ。星空星光くんオールS、雷も足がちょっと遅いだけ。国樹くんに至ってはオール99だし、浦賀も強いよね。みやびちゃんちょっと肩が弱いのか、まあ、しょうがないよね、そんなもん。じゃあ試合に行きましょう。あと黒金はね割と早く終わるよね、サクセスが。収録時間を見てもまず一つがね1時間を超えるのか超えないのかっていうのがやっぱり一つのあれなんで、黒金はね そう1時間超えないんで、甲子園優勝まで行っても野手の場合は。投手はねどうしても行かなかった。しかも結構取られてんな、こいつらマジ強えな、なんでこんなに点取れんだよ。うちのピッチャー陣から指場に変わってるし、カーブか、入れてくる、ボール、全力ストレート、やっぱりストレートだよね、狙いはストレート。うちのチームは点も取ってくれるからね。なぜこの玉置を使うのか、金が全てなんだけどさ、金で勝ち取ったんだけど、実力じゃなくて、実力だったらもうマジこいつレギュラーになれないでしょ、ベンチにも座れないんじゃないかこの能力だったら。しかし黒金は金が全て。そろそろストライク送球とあれが取れそうかな。ストライク送球もちょっと取っちゃおう。ここでメッタ打ちを取ろうとすると先に、やっぱりアイコンタクトがね欲しいんで、アイコンタクトを取りに行きましょう。上り調子も取っちゃうか。ストライク送球があるから、まあ、肩はじゃあ強めにしておきたいよね、守備よりは。どっちかって言ったら、いやメンタルか、メンタルしつつでもな、回復があるしな。50やろう。精神も稼げたし、北斗くんもねちょっと最近使ってないんだよね。やっぱり体力をね奪われるキャラっていうのがここ最近あんまり好まれる傾向ではないので、アプリの方ではね滝本とかなんか強化されるみたいなんだけど、なんか微妙なんだよねその強化具合が。体力消費がなくなるみたいな感じになってくれればまあ悪くない。体力消費がなくなってかつ経験点増加みたいな、まあある程度魔改造しないとね、初期キャラはなかなか太刀打ちできないんで辛いですけど。あとね勝負師がもらえるようになるんだっけ。勝負師って言ってもねちょっと重いからね、微妙は微妙なんだよね。まあ、滝本もねキャラ的にはねやっぱね好きなキャラクターではあるんだけど、昔はねよく使ったよ本当に。チャンス、パワーヒッター、アベレージヒッター、広角打法、体当たりさえ潰しちゃえばもうコツはね完璧だっていうキャラクターだったんで、なんだかんだで11点取ったな。
さて、じゃあアイテムを使い果たすか。やる気は下がっちゃったけど、パワージュース、パワージュース、万能スケジュール帳、肩グラブ、野球超人伝133333と。なので、ワンランク上げていきますか。優勝でも何気にあるね。ちょっと上げとけばよかったかな。あー、補給がやっぱり足りないよ。ちょっと待ってね。めった打ちは筋力を使うのか。あー、なるほど、技術か。やっぱり技術だね。ミートもね、守備もね、両方とも精神を使うからね。どうしてもな、そこら辺がな。対左とか一回取っとく。いや待って待って、もういいや、これで揃えて、あとは守備にまたいるか。みやびちゃんか、やろう。コツ、逆境、精神がないんですよ。ところが アンドロメダだからね、どれだけ独身術が働いてくれるか。ストレート、ノーアウトランナー、これはゴールだー。なんてこった。ウエスト、ウエスト信じていいよね。投げたっ、アウトコース高め、直球も外れても2球目も外していきます。第3球を投げた、内角高めの直球はフォア、カウンター3ボール、ノーストライク。警戒してね、スクリューか。これ入れてはこない、フォアボール。大西、黒金、追加点のチャンスです。みんなエースだ、出ればみんなエースだからね。溜まったもんじゃないよね。第2球、あ、今のあれだよね、そう、ボール球だよね。ゲー、めちゃくちゃ点取られてるな。ただもう争いに変わってるな。よし、全然回ってこない、全然打てないな。これはちょっと無理。なんとか、なんとかつなげる。これはいい当たりだ。つなくても、つなげるどころか点取られてるし。まあそれでも95もらえるからね。5 これなんなら、ほんとスズメの涙なんだけどさ。1位はないか。あ、そういえばそうだね、広角打法だね、すっかり忘れてたわ。欲しいは欲しいよね、広角打法だって。そりゃ欲しいよっていう。6600、微妙だったな。まあちょっとね、技術に偏りすぎたからね。じゃあまずはちょっと金徳を最優先に取って OK だね。で、広角打法はやっぱり欲しい、技術あってよかった。で、何気に敏捷があるね。ちょっと先にこっちを使っちゃおう。これも C までだな。足も S までも、 S じゃね、 A まで持っていけるか。パワーが、うん、やっぱり足んなかったね。対左、ちょっと対左打ってたよね。買っとけばよかったな。アベレージヒッター直撮りするか。ちょ、こっち、あとはまんべんなく、まんべんなく使いたいね。チャンスメーカーか。チャンスメーカーも売ってたよね。そんな余裕はなかったかな。逆境取ろう。ハイボールヒッターが取れなくなったけど、こいつは高速チャージ必要なの、よくわかんないや。インコースか。アウトコースを取っちゃったからな。盗塁アシスト、走塁が取れるのか、取っとこう。よし、まあまあまあ、こんなもんでしょう。パワー1だけ上げて、という感じで、
まあね、どうだろうね、むちゃくちゃ強いかって言われたらまあそんな感じはないけれども、まあ、今回ねストライク送球を取りに行ったんで、まあ、ちょっと査定重視で精神的支柱を取りに行くっていう使い方であれば、まあ、結構ねいいキャラだと思います。やっぱねどうしてもね惜しいのが筋力のタック練習の時に技術ボーナスが生きないっていうところですね。そこがちょっと厳しいところかな。であとコツのアウトコース、うん、まあまあまあ弱くは、まあ、もちろん弱くはないし、むしろ強いキャラだとは思います。強いキャラだとは思いますけれども、まあ、ちょっとねルナちゃんとかそこら辺のねキャラと比べちゃうと、もうやっぱ一歩どうしてもね一歩見劣りっていうのはあると思いますけど、まあいいキャラだと思います。で次回はまあ自分の方もねちょっと骨とか貯めて、ガチャの方は引いていきたいと思いますので、よかったらまた見に来てください。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。